こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアメリカ軍の潜水艦作戦の続きを解説していくよ。前回はミッドウェー海戦が終わったあたりまでだったわよね。そうだね。その続きからになるよ。この動画は後編になるよ。これまでの流れは前編でも解説しているから、よかったらそちらも見てみてね。よろしくね。それでは解説していくよ。太平洋戦争初期、日本軍の攻勢作戦に対してアメリカをはじめとする連合国軍は、各地で敗退、後退を続けていたよ。しかし、南太平洋における米軍の反攻である、ウォッチタワー作戦、つまりソロモン諸島のガダルカナル島、その対岸のつらぎに対する奪回作戦を前に、米海軍はハワイを基地とする潜水艦部隊を日本海軍根拠地、トラック周辺に派遣し、偵察を行い、さらに周辺の日本船舶を攻撃する作戦を展開したよ。1942年7月から9月にかけて実施された本作戦には11隻の潜水艦が参加したものの、トラック干渉にあった防戦網に加え、海戦直後から続く魚雷の不具合によって、成果を残すことなく終わったよ。さらにガダルカナル、つらぎ奪回作戦直前になると、米海軍は物資集結地点の、トラックからラバウル、ソロモン諸島に対する交通を妨害するために、5隻の潜水艦を投入したよ。この交通破壊は一定の成果を上げ、潜水艦、ガジュン、が貨客船、なにわ丸、を沈めたのを、皮切りに、潜水艦、グリーンリング、が特設運送船、ブラジル丸、貨客船、パラオ丸、を撃沈し、この後魚雷の不具合に悩まされながらも数隻の大型船に、損傷を与えているよ。ガダルカナル島の攻防戦が始まると、オーストラリアを基地とする潜水艦隊も出撃。出撃した潜水艦は旧型の S 級潜水艦であったけども、積極的に最前線に投入されたよ。彼らの艦は、ラバウル、ガディエン、ブイン、ラエ、サラモア方面への日本軍交通線の破壊に任じられ、日本地上部隊を搭載した名誉丸をはじめ多数の船舶を撃沈するとともに従順過去を沈める戦果を挙げたよ。最終的に米潜水艦部隊は1942年8月から11月までに従順過去に加え、船舶62隻という途方もない数を海の藻くずとせしめたよ。この戦果は、同時期の日本軍潜水艦の撃沈船舶数の4倍弱あり、艦艇攻撃を主眼に置いた日本軍と、対船舶を主眼に置くアメリカ軍の差が、現れた形となったよ。この同時期、アメリカ潜水艦、ノーチラス、アルゴノートは中部太平洋方面にて、作戦行動を行っていたよ。この2隻の目的は、日本軍占領下にあるギルバート諸島、マキントーヘ上官している、海兵隊を上陸させ、情報の奪取及び防衛状況の偵察を行うことであったよ。両潜水艦は、海兵隊を上陸させた後、尾方で射撃を行っているよ。この作戦はマキントー日本軍を撃破した後に大半の海兵隊員を回収することで、表面上は成功したように見えたけれども、日本軍は対策として同方面の守備隊を、大幅に増強し、後にギルバート方面攻略での米軍損害増加の一因ともなっているよ。1943年2月、ガダルカナル島の戦いが日本軍の撤退をもって終結。主戦場であった南東方面では日米両軍が兵力整備に注力し、一時的な小康状態を呈したよ。しかし、1943年という年はアメリカ潜水艦部隊にとって躍進の年であったよ。海戦時50隻そこそこだった太平洋方面の潜水艦は、1942年の終わりには70隻を超え、さらに43年末には100隻に到達しようとしていたよ。潜水艦装備も改良されていたよ。まず、1942年6月頃から各潜水艦に、新型レーダーである SJ レーダーの装備が始まっていたよ。このレーダーによって潜水艦は天候や視界がどうであろうと、水上の敵船舶を発見して正確な位置を知ることができたよ。42年8月に同レーダーを装備した潜水艦ハドックが台湾沖で2隻の船舶を沈め、その効果を実証しているよ。また、戦術面でも変化があったよ。確か、中間潜航襲撃がアメリカ潜水艦の基本だったわよね。そうだね。この中間潜航による襲撃はどうしても潜望鏡頼りになってしまうから、攻撃精度が落ちてしまっていたのぜ。これを夜間水上襲撃に切り替えたよ。さらに、大西洋での戦闘の経験からドイツ海軍式の、軍狼作戦、別名、ウルフパック、と呼ばれる集団戦術を導入したよ。確か、潜水艦群で輸送船団を包囲して集中攻撃を行うものよね。そうだね。日本の輸送船団は大西洋で運航されていた輸送船団に、比べ小規模なことが多く、通常5隻から10隻、多くても15隻程度であったので、
アメリカ海軍は3隻の潜水艦で1コールフパック船隊を構成し、日本の輸送船団を2隻で挟撃、1隻を予備とする作戦を多用したよ。さらに43年9月、アメリカ海軍作戦部は潜水艦部隊に対してタンカー攻撃優先を加令し、南西太平洋潜水艦部隊ロックウッド中将も、タンカーは我々の内規では重要度第一位である、と述べたよ。結果、日本海軍部隊に燃料を補給するタンカーや、南方占領地帯から原油を運ぶタンカーが優先的にアメリカ潜水艦に狙われ、次々と沈められたよ。日本はタンカー新造を急ぐとともに通常の貨物船のタンカー改造などを行うも、損害を完全に埋め切ることはできなかったよ。この米海軍の決断により、日本海軍は艦艇運用に支障をきたすばかりか、航空機の作戦制限、新規補充航空機搭乗員の訓練時間短縮と制限につながり、日本の戦争遂行能力に大きな影響を与えることとなるよ。同月、アメリカ海軍のニミッツ提督はついに全潜水艦に対して磁気撃発進艦の使用禁止を発令。長い間アメリカ潜水部隊を悩ませた魚雷問題も解決しようとしていたよ。本当にこの年がアメリカ潜水艦にとってターニングポイントだったのね。加えて、この年から、ガトー級に代わる新型潜水艦、パラオ級の収益が本格的に始まったよ。本級は、ガトー級潜水艦をベースにし、新開発された潜水艦建造に適して、かつ、溶接可能な高張力鋼を全国に採用することで最大潜航深度を122メートル へ、増大させ、同時に爆雷に対する防御力を向上させているよ。この、パラオ級は最終的に120隻もの大量建造が行われ、うち101隻が実戦に投入されているよ。すごい数ね。ガトー級、パラオ級は他国の潜水艦に比べ性能的に傑出した点がなかったことから偉大なる平凡とも呼ばれたけれども、米国の航洋力を生かした大量建造により収益数が増加するにつれて、強大な敵として日本海軍の前に立ち塞がることとなるよ。結果、1943年の日本の船舶の喪失数は日本商船隊戦時遭難死によると426隻、約166万8000相当に及び、これは前年の42年の喪失量の倍であったよ。これは、日本海軍軍令部が戦争開戦前に試算した船舶被害見積もりを、はるかに超えるものであったよ。アメリカの航洋力はやはり日本の予想を超えてくるのね。1943年11月より、アメリカ海軍はギルバート諸島に対する攻勢を実施したよ。この時潜水艦部隊は上陸目標への事前偵察、出撃してくるであろう日本艦隊の捕捉攻撃、味方部隊への気象状況、海岸の波浪などを偵察通報するために、ギルバート諸島周辺に展開。特に潜水艦、ノーチラスは、タラワ、マキン、アパママを徹底的に偵察し、米軍の上陸作戦計画策定に大いに貢献したよ。しかし、ギルバート付近に展開した10隻の潜水艦のうち、2隻が撃沈されているよ。最終的にギルバート方面に日本艦隊が出動してこなかったので、アメリカ潜水艦部隊はギルバートへやってくる日本船舶の襲撃を行っているよ。ニミッツの太平洋海戦史によると、ギルバート攻略、そしてこれに続く、マーシャル攻略作戦において、潜水艦は異常のような任務を包含して行ったよ。通称破壊だけかと思ったらかなり酷使されているわね。酷使されるという点では日本潜水艦と同じかもな。1944年1月のマーシャル諸島攻略作戦では、4隻の潜水艦が写真偵察任務に投入され、3隻がこれに合わせてトラック島周辺に展開、2隻の駆逐艦を沈めたよ。続いて行われたマリアナ諸島、トラック、そしてパラオ方面への米空母部隊の空爆作戦では、米軍は日本軍の反撃主力は基地航空部隊だと推定し、逆に水上部隊と船舶軍は当該地区から退避するだろうと考えたよ。結果米軍は、潜水艦部隊を当該地区から退避する艦船に対して阻止できる地点に展開させ、潜水艦、スケートはトラックから退避する軽巡、アガノを沈め、タングは貨物船1隻を沈めたよ。サイパン島では潜水艦、サンフィッシュが2隻を沈め、タングが4隻の船舶を沈める戦果を上げているよ。パラオ空襲では多数の船舶を潜水艦が沈めることはなかったけれども、タニーが退避中の戦艦ムサシを雷撃で損傷させているよ。1944年6月に日米の間で発生したマリアナ諸島の戦いにおいて、アメリカ潜水艦部隊は3隻を日本艦隊白地のフィリピン、タウイタウイの周辺に配置し、他の数隻は日本艦隊が通過しなければならない海峡の沖合に配置されたよ。この潜水艦の展開はアメリカ軍にいくつかの戦果をもたらしたよ。
最初に紹介するのは LN ブレイヤ大佐率いるウルフパック戦隊。ブレイヤ、ブラスターに属する3隻の潜水艦、シャーク2世、パイロットフィッシュ、ピンタードによるものだよ。ブレイヤ、ブラスター戦隊は哨戒行動中の潜水艦、シルバーサイズから、日本船団発見の通報を受けサイパン島へ向かっている日本船団を追跡。この船団はサイパン島へ増援として送られる第43師団の第2次輸送部隊で、4隻の護衛艦、10隻の船舶で編成された3530船団であったよ。潜水艦群はこの3530船団を攻撃し、10隻の船舶のうち5隻を撃沈。乗船していた歩兵第118連隊以下相当な損害が出てしまい、米軍がサイパン島で撃破しなければならない地上兵力を海上で撃滅したよ。日本側にとっては悪夢ね。またタウイタウイ周辺に展開した潜水艦もタウイタウイ郊外で対潜掃討等を行っていた。駆逐艦水無月、早波、風雲、谷風を返り討ちにして沈めているよ。米軍によるマリアナ諸島攻略が開始され、日本艦隊が出撃すると、すぐさま米潜水艦はこれを捕捉し通報、米艦隊に迎撃態勢を取らせたよ。さらにマリアナ沖海戦時には潜水艦アルバコアが空母大砲を、ガバラが真珠湾以来の歴戦の空母昇格を海底に送り込む大戦果を挙げたよ。アメリカ潜水艦はもはや無双状態ね。この一方で通商破壊作戦も同時並行で行われており、マリアナ沖海戦直後アメリカ海軍は4つのウルフパック船隊をフィリピンと台湾の間のバシー海峡に送り込み、18隻の船舶を沈めているよ。艦艇攻撃と通商破壊を同時並行で行う米軍さん。7月末にはボルネオ島ミリへ向かう21船団を捕捉したウルフパック船隊3隻のうち、スチールヘッドとパーチーが攻撃を行ったよ。中でもパーチーは浮上したまま船団内に突入し、船団の銃撃を避けながら19本の魚雷を発射。最終的にスチールヘッドとパーチーは4隻を沈め、2隻に大きな損傷を与えたよ。本船団には寄港先のフィリピンに上陸させる兵力を積載しており、日本軍にとっては甚だ迷惑な潜水艦行動となったよ。1944年10月、米軍がフィリピン奪回に動くと、潜水艦部隊も偵察や哨戒などの任務に投入されたよ。潜水艦群はレイテ湾突入を目指すクリタ艦隊を攻撃し、従順、マヤ、アタゴを沈め、タカオに重大な損傷を与えたよ。またマニラ湾沖では潜水艦、ブリームが従順、アオバを大破に追い込んでいるよ。レイテ沖海戦中のエンザの岬沖海戦では、北へ退避していく小沢機動部隊の、対路遮断の任についていたウルフパック船隊、クラリーの通打隊、ローチの九州隊が損傷した軽巡弾を捕捉し、これを撃沈しているよ。一方、この時期も艦艇攻撃と並行で海上交通破壊を米潜水艦隊は行っていたよ。例えば、H-81 船団はフィリピン増強の第23師団主力を搭載した陸軍特殊戦群と南方への油積み取りタンカーを持って編成された高速船団で、護衛にも軽空母新陽をはじめ計9隻もついた重要船団であり、本土からマニラとシンガポールへ向け運航されていたよ。同船団にもウルフパック船隊が襲いかかり、陸軍特殊船秋津丸、マヤ30が沈められ、5000名以上が船と運命を共にしたよ。最後には軽空母新陽まで撃沈されているよ。アメリカ軍もほんと容赦しないわ。米軍からしてみれば、この船団が無事フィリピンに着けば地上軍が増強されてしまうから逃さない手はないのぜ。さらに44年11月21日には、フィリピン方面から日本本土へ向かっていた戦艦金剛、駆逐艦浦風が潜水艦シーライオン2世により沈み、さらに1週間後には大和型戦艦を改造した航空母艦シナノを和歌山県沖で潜水艦アーチャーフィッシュが撃沈したよ。12月には空母運輸を潜水艦レッドフィッシュが、年が明けた45年1月には、潜水艦、ブラックフィンが幸運艦と呼ばれた歴戦の駆逐艦、しぐれを沈めているよ。マリアナ、フィリピン方面における日本軍の制海権、制空権の喪失により、日本の船舶の行動可能範囲はかなり狭まったよ。行動可能範囲が狭まるということは、それまで広範囲に展開していた、アメリカ潜水艦もその海域に集まるということを意味しており、日本船舶の被害増加の一因となったよ。事実、1944年9月から11月にかけての3ヶ月間は毎月100隻以上の日本船舶が撃沈され、最終的に1944年は1009隻の日本船舶が、潜水艦からの雷撃や航空機の空爆により海の藻屑となったよ。1000隻。
連合国海軍との交戦能力のほとんどを喪失した日本海軍は、一部作戦に充当したものを除き、その残る力を船舶の護衛に注ぎ込もうとしたけど、すでに時遅しであったよ。航空機は燃料が足りなくて飛べず、沈んだ船舶を補充しようにも、必要な資源は沈んだ船と共に海の底という状態であったよ。1945年3月、J 船団の壊滅を最後に日本の南方ルートは終了し、戦争は最終段階に入ったよ。この頃すでに潜水艦部隊の戦果は減少しつつあったよ。それはどうして？まず、通商破壊任務にも空母艦載機が投入されたということや、単純に潜水艦の目標となる船舶が減少してきていたことに起因しているようだよ。しかし、潜水艦の任務は終わらなかったよ。この頃になると B-29 による日本本土空襲が行われ、日本軍の迎撃で損傷し、不時着水した B-29 の搭乗員の人命救助任務が多く行われたよ。潜水艦による人命救助任務はギルバート方面作戦頃より開始されており、戦争終結までに504名もの航空機搭乗員が救出されているよ。504名って結構すごい数よ。何個航空隊が編成できるのかしらね。損傷して海上に不時着水する航空機搭乗員の救出体制は相当な規模で、出来上がっており、着水地点には駆逐艦もしくは潜水艦が3時間以内に、到達できるシステムとなっていたよ。戦争最後の8ヶ月、86隻の潜水艦が搭乗員救助を経験しているよ。一方、この時期の攻撃任務としては日本海侵入作戦、バーニー作戦、が行われたよ。日本海軍は日本海の出入り口に機雷石を築くことで米潜水艦の侵入を阻んでいたよ。かつて何隻かの潜水艦が侵入を果たしたものの潜水艦、和風、が撃沈されていたよ。このことから米海軍は日本海を、天皇の浴槽、と呼び、日本海軍の聖域とみなしていたよ。ここを新型の水中探診機を装備した9隻の潜水艦が対馬海峡を突破し、日本海を護衛もつけずに航行する船舶を片端から沈めていったよ。最終的に27隻の日本船舶が米潜水艦により沈められたよ。この後も米船の日本海への潜水艦侵入は続いたとみられており、8月14日には潜水艦、東福、が兵庫県霞沖において、海防艦2隻を撃沈しているよ。8月15日の終戦とともにアメリカ軍潜水艦の任務も終わりを告げたよ。日本が戦時中に失った船舶の合計は約843万総トン。うち潜水艦により、沈められたのは全体の 57% に相当する約486万総トンであったよ。一方で、日本軍の攻撃や事故などで失われたアメリカ軍潜水艦は52隻、約3400名の潜水艦乗組員が帰還することはなかったよ。後にアメリカ潜水艦乗組員はチャールズ・ロックウッド提督により、こう書き記されたよ。彼らはスーパーマンではないし、超自然的な英雄的資質を授けられていたのでもない。彼らはよく訓練を受け、十分な待遇を受け、十分な装備をして、そして優秀な船を与えられた単なる最高のアメリカの若者に過ぎない。その、最高のアメリカの若者、の攻撃の結果、日本は食料と軍需品、資源の輸送力を、失い、そして日本降伏の一員となったのは明らかであったよ。今回はこのあたりで終わりにしようと思うよ。ご視聴ありがとうございました。